はい、今回の動画は iPadOS 13で Safari の機能もかなり強化されましたので、その新機能をいくつかご紹介します。それではまず一番最初はですね、iPad の Safari でウェブサイトを開いたときに、標準でパソコンと同じ画面が開かれるようになりました。で、今までは iPad の画面に合わせたデザインに切り替わったりとかしていたと思うんですけども、パソコンと全く同じ画面で見れるようになったので、ウェブサイトの閲覧としては見やすくなったのかなというふうに思います。で、次にスプリットビューの機能で同じアプリを同時に表示させることができるようになったので、Safari の画面を左右に表示させることができます。それでは早速やってみたいと思うんですけども、下からドックの方を出して、この Safari のアプリを右端とか左端に持っていって、同じ画面を両方に出すことができるようになりました。で、あと一つ便利なのが、リンク先の画面をどちらかの画面に表示させることができるようになりました。例えば何かリンク先の記事を画面の右側に表示させたいということであれば、そのリンク先のところを指でつまんで、この右側に持ってって離してあげることによって、画面の左側には元々の画面が残っていて、右側にリンク先のものを表示させるということができるようになりました。で、あともう一つ細かいところではあるんですけども、スプリットビューでこういった形で表示させても、画面の上のところにツールバーがそのまま残ってますんで、以前よりもより使いやすくなっていると思います。で、あともう一つ新機能としては、ダウンロードマネージャーというものが追加されました。何かネット上からファイルとかをね、ダウンロードするときに分かりやすくなったんですけども、じゃあ例えばこのね、PDF のダウンロードっていうのをやってみたいと思いますんで、こちらをタップすると、ダウンロードしますかということで、ダウンロードというところをタップします。はい、そうするとこの画面の右上のところにですね、この丸で下矢印のね、マークが出てると思います。これがダウンロードマネージャーで、こちらをタップすると、このダウンロードの状況とかっていうのを確認することができるようになりました。で、あと今はね、ZIP ファイルの方をダウンロードしたんですけども、この ZIP ファイルの回答も簡単にできるようになってます。やり方としてはファイルアプリの方を開いてもらって、このダウンロードっていう項目のところをタップすると、今ダウンロードしたファイルの方があると思いますんで、このね、ファイルのところをタップをしてあげると、こういった形で簡単に ZIP ファイルも回答することができます。といったことで iPadOS 13のアップデートによって、Safari の方もかなりパソコンに近い形で利用できるようになりましたので、iPadOS 13に対応している iPad を持っているよという方は、ぜひアップデートをして新機能を使っていってもらえるといいかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。